はい、えー、テーマはですね、俺たち昭和生まれ。俺たち昭和生まれでいきましょう。俺たち昭和生まれ。いや、あの、令和になりましたけどね。マクボさんの中で、この辺のやついねえのかみたいなね、話なんですけど。まあほんとね、まあこの億万長者合宿のシリーズですね。まあ1万はいくんですけど。<laughs> もう終わってんですよ、もう。もはや。<laughs> まあまあずっと続けますけどね。うん まあ僕はですね昭和生まれが一番強いかなと思うんですよねなぜならば歴史のなんだ変化を見てきてるんでこの歴史の変化を見てこれたってことは何だろうな、うん、それを分かってるわけじゃないですか過去も今現在も分かってますよね例えば今令和生まれの子って生まれた瞬間スマホなんですよ確かにすごいなだってもう画期的なテクノロジーデバイスをね生まれた瞬間からなんですよ Siri とかね、あとは a z o n が出してる喋るやつあるじゃないですか、あれとか数千、1万円とか数千円で買えるわけですよ。ねアレクサみたいな。Alexa みたいな。お父さんとかはお母さんがね、アレクサとか言ってるんですよ。アレクサテレビつけてみたいな。そんなそ、もうね、そんな状態から生まれて、もうそれが当たり前なんですよ。 でも僕たちってその当たり前がなかったものが、こう、歴史が見えてるわけじゃないですか、昭和生まれって。だから昔、ポケベル、ポケベル、携帯電話なんかこんなでかいやつでしたからね。まあ、それ、そのと、僕その時は見てないですけど、こんなね、こ,こんなショルダーみたいな、こんな感じなんですよね、携帯電話。<laughs> だからあ僕は、えー、なんだ、ポケベル、ピッチ、ガラケー、スマホ、これ全部見てこれたんで、これは良かったなと思いますね。時代の流れですね、変化。でね、 これを見て、まあ、昭和生まれってまだ多いと思うんですね僕も昭和生まれで昭和が一番な、まあ、平成30年ぐらいまでじゃないですか昭和60年ぐらいまでだったのが昭和長かったじゃないですかで昭和生まれって結構多いと思うんですよまだで昭和生まれの人ってその歴史を見てきてるのにもかかわらずその歴史その時代の変化に対応しようと,もし対応しようとする人が少ないしなんだろうななんか頑張ろうなんでその時代の流れを見てきてるのにえチャンスだと思わないよみたいな え昔それできなかったら今できるのになんでやんないのみたいな。もう一度見ま、ね、今の子は、なんかそ,そ,れそれが当たり前なんで、ほんみたいな感じかもしれないですけど、ね、昭和生まれの人って、い昔できなかった子で今できるって知ってるじゃないですか。いや、昔、ポケベルだよねみたいな。ね、ポケベルだよねと。え、スマホってやばないですかいや、僕ね、僕ね、本当にいつも思うんですけど、これもスマホで撮ってますけど、ね、こんなちっちゃいやつでね、 こんなちっちっゃいやつでそ<う>久保さん、久保さん僕も持ってますよ、この歴史。これね、僕の一番最初、結構が、これでこれで多分、これで4000本ぐらい取ったかな、3000本か、このちっちゃいやつね、iPhone4 か、誇、はい、りまむりですけど、これでね、取りまくりましたね、どうもーっつって、これで、最初、自撮り棒もなかったんで、自撮り棒もなかったんで、どうもーみたいな、これで、どうもーみたいな。 いやこれでれれんのかみたいなこれビデオカメラっすよ。やばないですかえ、これビデオカメラなんですよ。すごくないですか <laughs> すごくないですかあ、これ 5S かなすみません。もう一個古いやつあったような気がする。 いやなんですごいと思わないのかなみたいな。え、ポケベル知ってますよねと、昭和生まれでね。まあ、昭和、昭和60年、僕昭和57年なんですけど、ポケベル知ってるんですよ。いや、ポケベル知ってたよねみたいな。<laughs> 今めっちゃ使えるよ、と。だから結局多くの人っていうのは、なんかその、まあ、昭和生まれい、結構多いと思うんですね。なんで、なんでかなみたいな。なんでそこに価値を感じないのかなと思うんですよ。 本当に iPhone1 個で1億稼げる時代ですよ、本当に。申し訳ないですが本当に iPhone1 つでも使い倒せば、iPhone のたった1つの機能ですよね。カメラ機能っていう。カメラ機能っていうね。iPhone の中でもたった1つじゃないですか、カメラ機能って。まあ、アプリいればね、違う、えー、なんかアプリで撮れますけど、基本的にまあ、カメラ機能じゃないですか。その1つの機能で。いや、僕、すげえなと思いましたよ。これ、なんでも、いや、マジですげえと思いましたけどね。 なそうボイスメモもできるし、動画も撮れるし、写真も撮れるし、今アプリからリ、ね、ライブもできるし、なんか何でもできるんじゃないですか。いや、ここに可能性を感じないですかこれ、ここに可能性を感じなくて、詐欺ですかこれ詐欺なんですかこの可能性は。この可能性は詐欺なのかと。物申したい。マジで。え、この可能性は詐欺なんですかこの可能性が、こんだけの可能性を提供していただいてるのになぜこれが詐欺なんだやれよっていう。 使い倒せよってもうほとんどの人が使い倒してないですからねだから圧倒的に使い倒せばあの見えてくるものっていうのがあるし使い倒せる時代なんですよで多くの人はこれだけ恵まれたデバイスこれ,これだけ恵まれた環境なのにもかかわらず使い切ってないんですよ昔の人なんかね何もないのに何もないもうプロジェクト X の話またしましょうもう昔の人なんかね何もないのに何もないのにも手探りで 手探りでちょっとちょっとチキンラーメンの話しましょうチキンラーメンのプロジェクト X も見たんで、まあ、チキンラーメンっていうね一世風靡したあのなんとあのチキンラーメンを作っておすごいぞみたいになったわけですよただライバル店が出てきたわけですよライバルがライバルがでどんどん価格が下がっちゃったんですねで従業員がは、えー、4分の13半分とかどんどん減っていってでこれ会社潰れるぞとしやべえぞ でそこで起死回生で何が生まれたかっていうと最初その今福さんだったかな社長さん有名な方今福さんだよなちょっとこれ社有名な方であって今福日清あ安藤安藤さんだすいません安藤安藤安藤さん安藤安藤 安藤、なんて言うんだ、安藤、まあ、この方も、あのまだ生きてます。もう多分、今、お亡くなりになったと思うんですけど、僕が見たプロジェクト X では出てました、九十何歩で。桃福さんだ、すみません、桃福さんですね、桃福さん。安藤桃福さん。で、桃福さんがあ、これはやべえと。もう会社潰れるぞって言って、で、アメリカ行ったんですよ、アメリカ。アメリカ行ったんですよね。で、アメリカ行って、で、 そのよしここ要は日本市場はもうライバル出てきて価格がもうもう安すぎて利益率全然ないんですよだからもうやばいとでじゃあ海外行けばもうライバル不在だとよし海外持っていこうとで海外持っていったんですよで売り込んでいったんですねそしたらどうなったかっていうと俺こ,これどうやって食うのみたいなこれどうやって食うのみたいなチキンラーメンどうやって食うのみたいなあお湯入れるんです お湯の器がないプロジェクト X のナレーションですね。器がなかった <laughs> そ,うそう。海外、器がなかったんですよ。いや日本は丼あるんですけど、海外って薄い皿っていうか、で、半分しかお湯が満たなかったっていうことのナレーションなんですけど、<laughs> そんな感じで、だから、つかんないんですよ、丼がないからね。なあ、これは文化の違いってやべえなみたいな。ででそれでも もう撤退して、撤退してもう無理だってなって、で、それで、その桃福さんが、じゃあこれ容器なくてもめ食えるものないかっつって、そのなんかこん、ちょっとなんか、従業員を呼んで、よし、こんなのちょっと作れへんかと。なんか紙、紙コップにチキンラーメンを砕いてこう入れて、こんなの作れないかみたいな。<laughs> こんなの作る。こんなのですからね。<laughs> ま、こんなのからですよ。<laughs> もうカップラーメンもこんなのからですからね。<laughs> わかりますかカップラーメンができたい。こんなの。こんなのできないかみたいな。 こんなのから生まれてますからね。こんなのってどんなのって話じゃないですか。<laughs> いやー、すごいですね。こんなのから生まれるっていうね。こんなのでけえんかみたいな。<laughs> いやー、すごいね。そっからね、やっぱ葛藤なんですよ。まあ、そっからまたね、物語がいろいろ続くわけなんですけど、まあ、最初その、ね、カップラーメンの,その厚みですよね。厚みがあるから、あのなかなか上がんないんですよ。上がんなくて、中が上がんなくて。 とか、まあ、その問題があったりとかあと具のやっぱ問題ですよね具の問題そうエ,ビエビの種類も2400種類ぐらいあ,あるんですけどそれを一番いいの何かって探して探してそれでもなくてみたいないろいろな物語があってでしかもできたできたんですよねカップラーメンできたっつって売り込みに行くんですけど全然売れないんですよでんで売れないかっていうと いやいやも,うもともとどんぶりがあってそのインスタントラーメンっていうのはもう安く売られてるわけですよ。いや別にこのわざわざ容器あるのに別にいいじゃんみたいな。なんでこんな高いので買うのみたいな話なわけですよ。で売れないんですよね。だってもうインスタントラーメンでどんぶりに入れてお湯っていうのがもう市場圧巻してたんで。いやそもそもなんでどんぶり入れればいいじゃんみたいな。でその具,材具材とかもね。これ食えんのみたいな。 まあ今はね戻るっていうのが当たり前ですけど昔はそういうのがなかったり初めてだったんでえこれ何これ何これみたいな卵何これみたいな何これみたいな何これみたいななので営業ても全然売れなくてでももう営業マンですよねもうなんかその水筒を持ってそう水筒お湯の水筒を持ってこんなんで回ってて売れないんですよどうするみたいなこれ売れなかったら会社潰れるぞみたいなでそこで見たのがそのなんだ工場とか 工場ととかか最初消消防防士ででですすねねさんんんのところに売り込んでたんです、ね、要は24時間稼働で緊急とかだからそういうその働いてて24時間とかでその緊急でこうなんかもうなんか生活リズムがないところに持ってったらあの食ってもらったらこれはうまいみたいなんですね緊急食うまいとすぐ食えるみたいでそっからねまあ浅間山荘事件も結構有名なんですけど浅間山荘事件でもねあの 浅間産総事件知ってますか僕はちょっと知ってるんですけどあのボンみたいな浅間山荘、ね、昔有名な立てこもりの浅間山荘に立てこもってこのボンみたいなやつわあみたいなあるそういう事件があるんですけど浅間山荘事件でもカップラーメンがねこう食われて何だあれみたいなそういうの要はそういう警察官とか医療とか、まあ、そういうところで広がって最後銀座で仕掛けるぞみたいな。 銀座で仕掛けるぞみたいな要はそれで、そこは広まったけれども、一般庶民にはなかなか広まらないわけですよ、ね。だから一般庶民に広めるだけで銀座で行くぞみたいな。で、銀座でバンって出して、で、若者たちが、えー、なんか食っておあの、立ちながらね、立ちながら、だからおしゃれみたいな、カップラーメンあ、歩きながらカップラーメン食う、おしゃれだぜみたいな、だからハンバーガーみたいな感じですね、ハンバーガーもハンバーガー食いながらみたいな感じじゃないですか。 カップラーメン食いながら銀座の街を歩くおしゃれみたいそれはやって1日4万食ぐらい売れたらしいんですよ4万だったかなめっちゃそこから爆連してそこから爆連っすねそこから爆練っすねで今はあのまあそのプロジェクト X の中では、えー、なんだ1年間で82億食世界にこう出たみたいなだ今何今カップラーメンって何食なんですかね多分多分もっと100億食ぐらいだカップラーメン 消費量消費量あ都道府県カップラーメン消費量まあとりあえずそのプロジェクト X では82億食食われてるよみたいな言われてたんですけど82億食の奇跡みたいなそういやすごいですね何のテーマでしたっけまあいいや プロジェクト X の話。もうね、プロジェクト X マジやばいっすよ。いや、僕ね、もうちょっとね、やっぱ感化されましたね。やっぱあの、スクールウォーズからの流れで、このプロジェクト X ですよ。いや、これはね、マジですごいなーって。まあ、2034F、2 0 3 4ェスもプロジェクト X なんですよね。二人の男は立ち上がった。みたいなね。風の中のスバルみたいな。 二人はその名は久保哲郎もう一人の若者は吉谷拓郎最初は参加し参加者二人ここから奇跡的な逆転劇が <laughs> 立,ちから立ちはだ立ちはだかる困難住民との対決みたいなね <laughs> 勝手にプロジェクト X 作れますね 勝手に久保さんと2034フェイスがでかくなるまでの <laughs> まあちょっと勉強しとくんでその <laughs> 動画の構成もう動画の構成もナレーションもちょっと勉強しときます <laughs> ナレーションねもうあのナレーションもいいあのナレーションもなかなかね狙ってると思うんですけど狙ってるのか分かんないですけどいやあれも味出てますよねなんかあ本ほんと棒読みなん棒読みが味があるっていうのはあれもあれもすごいですよねめちゃくちゃ棒読みだけど 何なんすかねねあれねすごいっすねあれね、うん、<う>普通ナレーションって棒読みって普通その概念ってなくないですかナレーション棒読みって普通そのナレーションってそのなんかその伝えるためになんかこう感情移入するわけじゃないですけどなんかそのテレビニュースキャスターも原稿棒読みって微妙じゃないですかねっプロジェクト X のナレーションって棒読みなんですよ なかった <laughs> だったとかねなんかあれもすごいなと思いますねあれのどうやってじゃプロジェクト X のプロジェクト X うーってあんのかなまあありそうですけどプロジェクト X の編集してる人たちの秘話みたいな作ったことは作ってるのかな、まあ、僕ちょっとプライムでしか見てないんで16個ぐらいかなまあ全部は見てないですけどまあ見たいやつだけちょっとちょいちょい見て。 うん、これは伝説の番組ですねマジでうん、まあ、ちょっとまた長くなってますけどまあ2本なんで、まあ、余裕ですよ <laughs> 2本ですからこれ1本になったらね30分ぐらい、まあ、前も30分ぐらい僕長かったんですけど <laughs> まあ久保さん見るの大変だと思いますけどね <laughs> まあまあ久保さん時間あるんで時間あるからね <laughs> まあこの辺で終わっときましょう、まあ、とりあえずテーマ忘れちゃいましたけど えっとプロジェクト X いいよっていう話ですね。で、俺たちがプロジェクト X、あ俺たち昭和生まれですね。俺たちがプロジェクト X また作っていくぜって話です。2034フェスああ。僕がナレーション、久保哲、久保さんもナレーション入れるかもしれないですね。<laughs> いや、これね、プロジェクト X 今自分で作れますよ。僕の方が多分ね、申し訳ないですけど、多分僕の方が久保さんより編集技術は、編集技術はか,かっこよくちょっとは作れると思います。ファイナルカットで。かっこよく。 でも、久保さんも久保さん、でもね、プロジェクト X の編集って久保さんの編集寄りだよな。多分ね、編集は多分久保さん寄りの編集なんですよ、プロジェクト X って。プロジェク久保さん寄りだな、あれは。久保さんの方が上手いかもしれないですね、プロジェクト X は逆に久保さんの編集だな。うん。ファイナルカットでなんか綺麗にって感じじゃないですね、プロジェクト X は。まあ、要はその、物語性が強いんで、 で物語性が強くて、編集がそんなにかっこよくないんですよ。だから、要は写真がウィーンって動くとかだけなんですよ。昔なんで。昔のし人物上の写真がウィーンみたいな。今とかね、4K とかね、なんか綺麗な画質で、エフェクトとかありますけど、プロジェクト X、写真がウィーンみたいな。うわあなんかこう、ウィーンって動いて、なんかそう、映すみたいな。なんかそ,そんなにもう、コードじゃないんですよ。 だけど吸い込まれるんですねでもそれっていうのは中身がやっぱあるからですよね中身があの物語の壮絶なあとまあもちろんそのナレーションも結構特色があるんですけどいやあとね主題歌っすねあとやねあ,あとロングあのテールランプのやつ最後のやっぱあの地上の,あの中島みゆきさんのあのやつのオープニングとやっぱ最後の。 テールライトのやついやあれがねあれもマッチングしてますねいやあの主題歌が最後なんか盛り上げてるのかなと思う主題歌の曲がね何の話やねんってまあいいやとりあえず終わりますはいあざす久保さんに移しますどうぞはい今日もですねお金持ちになる方法をお届けしようかと思いますけども先日私がですねもうすでに名義を変えるだけでその人に自動的に もう半永久的にね、生きてる限り、私と同じような形でお金がずーっと入ってくるっていうものをね、えー、お知らせしましたら、まあ、すごくそれがね、楽しみだとかね、それは本当に売ってくれないんですかとかね、問い合わせはあ結構いただきました。まあ、10件にはならなかったんですけども、7、8件のね、お問い合わせいただいて、1件ずつ返信の方をさせていただきましたけども、まあ、これは販売するつもりではありませんと。またこれをね、えー、きっかけに販売をしようと思うと、 ああ結局そうかってことになっても悔しいんで私はこれを販売しないからこそ堂々とこの形ができましたって言えるんだよっていうことで説明したと思います、まあ、そうなんですよ結局はねいろんな方の心にフックして結局は最終的に儲からないものでもかりますよって煽ってお金を引き出すみたいなねそんなんが横行してたんでね私はもうそれうんざりして自分は本当にそういうものができたら一切売らないぞと思ったんですよ 売るぐららいなそれで私はあのそのね勝手に稼げる方法をまあ2つちょっと用意しましたで1つはまあ私のねまあ奥さんにもう1つは私の母にプレゼントしようかなと思うわけなんですよまあそのぐらいですね私が考えてるのはでもこの儲かるスキームっていうのはそれだけ聞くとものすごくねあの羨ましいなと思うかもしれないんですよ、まあ、はっきりとこれを本当にやることがなくて うーんまあ、やることがないように作ったわけで、すからねで私の力を持ってしたら、これね、はっきり言ってできるわけですよ。私ができるってことは、多くの方はこれ、できてるはずなんですよ。ちゃんとやってれば。うん、で、私の力は何かっていうと、まああの、ネットワークビジネスね。こちらの方も、私は、まあ大体上級者だと思います、今はね。うん、ネットワークビジネスで、うん、まあ、所得を、毎月所得をもう、かなりの <laughs> 金額で維持してるわけですからね。それから、投資。投資の方も、 私はもうずっとプラスです。えっ、ー、と先日ですね暗号通貨もまたいい感じで値上がりしてきまして私は全暗号通貨含み駅になりましたおかげさまで、ね、全暗号通貨ですよで特に XRP なんて大量取得してますから私なりに大量取得ですよね <laughs> 車1台分くらいですね、うん、それこそ2034フェスの車ぐらいは買いましたんでこれがですねもうついにあの含み駅の方に転じてえー、まあかなり 厚みを帯びているということでございますね。その他 ADA なんていうのも、これは最初から含み益ですからね。これももう抜群の含み益ですからね。その他細かいやつもいろいろ買ったんですけども、結局はこういうふうに、何です1年持てとは言わないですよ。1年持てとは言わない間にも回復するわけですよ。う全然焦る必要なくて。私はまあ3年とか5年っていうふうに決済の時期を全ての暗号通貨において置いてましたんで、ただほっとくだけなんて何もやることないですしね。チャートも見ないですから。 最近暗号通貨元気いいよみたいなのをたまたま目にしたんであそっかってチェックしてみたらお全部利益じゃないかみたいな感じなんですよでここで何が言いたいかっていうと全てのことっていうのは氷山の一角なんですよ私が暗号通貨で利益を得ました氷山の一角この氷山の一角をドーンと打ち出して本当はその下にあったね、あのー、苦しい面とか不安な面とかそのお金がかかった面とか多くの苦痛ですよねこういったものを見せずに儲かりますよって打ち出せば多くの方が そこに集まってきてき商品売りやすくなると思うんで、すよでその売った商品で自分の負けを取り戻すっていうのが大体情報発信者のパターンです。これはどんなね、有名な方でも、それから再生回数が多い方でも、みんな同じパターンですよ。自分の損があったり、自分が使いたいお金に達してない分、セールスをしなくちゃいけないから、いわゆるね、人を引っ掛けるわけですよ。人を引っ掛ける時に氷山の一角だけを見せ続けるんですよね。でも私はずっとこれね、吉田さんと一緒に、えー、申し上げてるのは、 氷山の一角じゃないところに目を向けてくださいと。結果を出せた人のその下の方ですよね。見えてない部分。これを見たときには、そこだけ見たら今度はね、逆に、いや、絶対真似したくないなと思うはずなんですよ。まあ、例えば、動画を何千本もね、山のように撮って、それから1億って言うんだったら、できますかって言ったら大体の人が、いやいやいや、ちょっとそんな大変なの、他にもっといい方法ないんですかみたいなことになっちゃいますし、じゃあ、 あまあ、テクニックとかねノウハウの方をお伝えしたらそれちょっと難しすぎるんで簡単なやつないですかとかねだから何を言っても結局はやらない方向に引っ張っていくんですよねいやなかなか今忙しい時期なんで来月からやりますとかねで成功を先延ばしにすると先延ばしにすればその間にチャンスは過ぎていきますからなくなってしまいますよで、えー、また話を戻しますけども私たちは氷山の一角なんですようまくいったっていうのは で私の存在も多分氷山の一角で私がねあ,のあるコンテンツのこの塾ですかなんとか塾っていうの一個だけ入りましたけどもそこに入って、まあ、私レベルって言ったら偉そうなんですけどはっきり言って堂々と私みたいにいまだにうまくいってると言えるのは他にはいないんじゃないかなっていうぐらい少ないですよその日本でも有数のビジネス塾ですよでそこの内部で見たものっていうのは稼げてもないのに稼げたふりをしていて それを張り合ってるんですよ稼げてるふり塾で張り合ってどっちが稼いだかどうかって言ってるんですけどもまあ私は最初分かんなかったんですけども自分でいろいろとやってきてでだんだん分かるようになってきたらあこの人たち一人も稼げてないなとダメだなと内容が全然スカスカで氷山の一角は見せるんだけどもその氷山の下の方がね何もやってないから何もないんですよだから話が薄っぺらくってちょっと23回質問したらもう答えられなかったりするんですよね。 それこそ何人かはね、あの、もう、陰識なことするなと追い詰めたこともあるんですけどもね <laughs>、まあ、それはね、やるべきではなかったかなと思います。本当人の商売をね、私には関係ないわけですから、うん、邪魔するべきではなかった。自分のことだけに、うん、力を注げばよかったのかなと思いますね。まあ、ですんでね、えー、私が、あ結局思うのはあのー、うまくいった結果っていうのを、構築するその材料ですよね。量の面とか、質の面とか、こちらの方に目を向けて、そこに一つ一つ、 ついていかないとそれは氷山の一角にすらたどりなないかなと思うんですよ、うん、まあ,あの私は全然大変ではなかったんですけどねもともとはマージャン店の勤務16時間ぐらいやっててその空いた時間で少しずつやったということなんですけども結局はねできる範囲でしかできませんので最初はなんかね あの寸を惜しんでいってうか徹夜してやったこともありますけどもまあ40過ぎてる私ですから徹夜なんてね3日ぐらいでもう持たなくなりますよねもう無指病を見るようになりますよ昼でもなんか寝てるのかもしれないみたいな、ね、感じになりますまあそこまではしない方がいいと思います本当にねできる範囲で1日に30分しかできないんだったら30分でいいじゃないですかただ30分って言って時間じゃなくてそこで何をしたかなんですよね私としてはまあ動画の10本ぐらいは誰でも撮れるんでそこから始めればいいんではないかなと思いますけどもね まあ残念ながら億万長者合宿に参加した方でも、もうね、生き耐えるのが早いですよ。と骨のあるやついないのかと思いますよね。最近の若い、若くないなでもみんな。<laughs> 何やってるんですかね、本当にね。昭和生まれも情けないですよ。本当に。こんな、まあ、先に世の中出といて、まあ、デタらめなね、結果しか出せないわけですから。という風なね、ぼやきもありながら、うん、あ、でも、昭和生まれの中にも、 ちょっとはやるやつがいるなぁと思われるように私はもう一人突き進みますよ、ね。ぜひね、ついてきてもらいたいと思います。よろしくお願いします。